コヤッキーさんの今までに好きになった女性の共通点は何ですか、うん、好きな女性のタイプが知りたいです。共通点って何だろうな。意外と難しいですよね、こういうのね。好きになった人のタイプ。あんまり比べることもないし、好きになった人が好きになったんでしょって感じですけど、なんかあんまり、でもなんか基本やっぱり好かれるから好きになろうと思うことが多い。自分から一目惚れみたいな好きさはあんまない。昔から。なんかね、僕みたいなもう好きになるかねって思うところから始まってるから、結構疑って俺は。なるほど。はい。っていう感じでございますよ。っていう感じ。はい、本当はないんだよ、共通点とかなんか。難しいですよね。そう。まあ、共通点は女。女は。確かに。うん、はい。そういう、それぐらいしか思い浮かばない。タイプ違いすぎる気がするとか。ということらしいです、うん。はい。好き、大好き、めっちゃ好き。なので、好きなタイプ知りたい。おぉ。これは、知りたいですか。それは皆さん知りたいかと思う。恥ずかしい。急に女子。言っちゃっていいですか、好きなタイプ。正直言っていいですか。好きなタイプ、女性のタイプだから、はいはい、まあ、これよく聞かれるんですけど、はい、ショートカットで頭のいい女性って言うんですけど、うん、あんまこだわりないですよ、これは。まあ一応それが分かりやすく伝えてるだけで。そう、口の硬い子だったら、まず、まあそれが第一次条件で最終条件です、僕は。はいはいはい。はい、それぐらいかな。そうですね。そう。あの、僕も多分、好きになっていくと思うんです、うん、なのであんまりなんか一方的に好きなよりかは好きになってって思う気持ちの方がいいんじゃないですか。なるほどね、はい、なので僕も趣味がたくさんあるし、はいはい、多分皆さんも趣味があると思うんですけど、うん、その趣味をたくさん交換したいなと思って、うん、たくさん最初から共通してる趣味の方ももちろんいいですし、はいはいはい、なんか僕が知らない趣味を教えてくれる人わかるわかる、うん、僕もちろんスターウォーズがめっちゃ好きなんですけど、うん、マーベル全然見てこなかったんですよ、はいはいはい、ちょっとなんか仕事がめっちゃ忙しい時期にマーベルってバーって人気出てたから、はい、あんまりその時期のこと覚えてなくて、はいはいはい、死んでたかもしれない、もしかいや、そう、まあ今生きてるからね、気がついたらマーベルって流行ったんですよ、はい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 、だから死んでたかもしれない、俺その時期、そう、実は生き返った、はいはい、なんかの表紙にバーンって、はい、で、そこから急にマーベルを見ようと思ったんだけど、なんか YouTube も忙しくなっちゃって見れなかったんだけど、うん、それを教えてくれた人のことがめっちゃ好きになったんですよ、うん、あれ言っていいんだろこれ、言っていいですか、はい、フミヤ君ってさっき冒頭で言ってたじゃないですか、もうそう、フミヤ君って僕のね、あのスタッフがですね、はい、すげえマーベル2で、はい、今一応この僕の会社なんですけど、うん、イクシマルドとか、はい、小屋ちゃん小屋さんやってるの、はい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 、だから僕が一応決裁権持ってるはずなんですけど、はい、会社乗っ取られてあのフミヤ君は全ての全決裁権持ってるんですよ。いや割と持ってますね、はい、そう、だから僕があの会社の経費でフィギュアとか買うんですけど、はい、いりますめっちゃいますよね、聞かれるんです、これは本当に。で僕が、なかなか家にいないものですからフィギュアをここに届けるんですよ、はいはい、スタジオにね、はい、そしたらこれいつまで売るんか持って帰ってくださいってすっごい言われるの。今もそこにありますか、そう、そこにあでっかいのが2箱、そう2箱ありますから早く片付けろってシュートビみたいなことめちゃくちゃ言って言うんですよ、はい、ただそのマーベルを教えてもらったから、はい、マーベルの話を LINE で好きっすよ、はい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 、好きなのそう、フミヤさんのことが好きになっちゃったの。だからもし僕のことをちょっと気に入ってくれて、はい、なんかデートのことだったら自分のなんか僕に合わせようとしすぎなくていいから、うん、あなたの好きなこともたくさん共有してよっていうのをすごく思う。わかるわ、はい、そんな感じですね、はい、っていう感じでございます、はいはい、続いて、はい、この韓国にね、はい、送ってくれてる方なんですけど、はい、イクさんは読めて本当 か, 本当か、あの初めて送ってきた日本語が全部ひらがなでイクさんは読めつって本当かってあるね、本当なわけないですこれ見て、さっきねこスクロールして次のやつに合わせようと思ってやってたらイクさんは読めって本当かってさっきまで一回も日本語の質問送ってこなかった大丈夫です、違いますんで、はいはい、違います、はい、大丈夫ですよちなみに何フェチとかありますかという質問ですけど、何フェチ、俺は女性の結構この質問前答えた気がするな。でもね、無理やり言うならば僕ね、同じなんじゃないですか、同じフェチ最近は。うわ
そう、何がそう同じかというと、はい、僕ね、一番好きな髪型、ショートカットって言うんですけど、はいはいはい、実はもう殿堂入りしてる髪型があって、それがポニーテールなんですよ。ああ、はいはいはい。わ、はい、かります？同じ。このポニーテールぐらいわかりますよ。なんで切れてる？次切れてるやん。わかりますよ。今日宇宙から来た人っぽいな。ポニーテールぐらいしますよ。もう切った時に絶対同じ見えてる。はい、多分 そういうのが好きなのかも。ああ、まあポニーテールと同じセットみたいなところありますから、ちょっとなんかシュッとしてるのかな、それって。ああ、はいはいはい。だからロングの人が嫌いとかじゃないですよ、全然。はいはい。あくまで自分の好みがそうな気がするって感じです、うんうんうん、はい。なるほど。ポニーテールは最強、もう最強で最高の。そこで使わないですね。いろんなところを頭につけていったやつをポニーテールまで作られてる。ただでも、ね、例えば付き合った彼女は毎日ポニーテールしか、はい、そんなわけじゃないよね、絶対ね。ああ、はいはい、はい、だから別にポニーテールがフェチなわけじゃないと思う。ああ、そう、でもなんかそういう好みで言ったらそうなんじゃないのっていう。なるほど、はい、まあグッとくるな。何がフェチでした？え、フェチか、うん、結構匂いフェチかもしれない。え、NASA そんなに NASA の説明もう一回させますから。途中から見た人もいるから。そうですか。 NASA はね、はい、ナナサミヤさんと、はい、ナナサワのことナとサを取ってこれナサって言うんですけど、はい、別にそういうことではないです。はい、はい、あの世間的に結構僕匂いを多分わりかし強く感じる人なので、犬やから、まあまあそうかもしれない、うん、なのであの逆に嫌な匂いはすごい嫌だし、うんうん、いい匂いだといい匂いだなって思うのが強いっていうことですかね、うん、なるほど、はい、うん、この程度でいいですか？はい、あれ俺ね、ちょっと冷静になんでショートカットが好きなのかって考えてみた。お、この会話の間に。ちょっとね、理屈でちょっと言うわ。理屈で、はい。多分ね、一緒に寝てる時とか、はい、過ごしてる時に、髪踏んじゃうんだよ、多分ちょっと。もうそれが嫌なんだよ、長いの。まあ、まあ、お隣に寝られてて、立ち上がってるとかに。とかに、こう、例えばそのソファーとかにこうやってやって、あー。こう踏んでたりするよね。はいはいはい。俺、それ気になるんだよ、多分。なるほど。そう。見た目とかの良さももちろんある、はいはい、それはね理屈じゃないじゃん、はいはいはい、でもあとその以外に言ったら踏んじゃう、巻き込んじゃう系、そんなもう空気抵抗をなくすみたいな感覚と同じなんですね。そうスイミングのそれがあるんちゃうかな。ああ、なるほど、はい、あー、うん、なるほど、それはちょっと意外でした。踏んじゃったらごめんってなっちゃう。確かにそれはある、毎回ごめんってなっちゃう。確かに、うん、もうひどかったら5分に行くとごめんってなっちゃうから、踏んでる時、ズボンの踏んでる時思っちゃう。あるある、ね、うん、それもある、うん、はい、そういうことらしいです、ね、気遣ってあげないとな、はい、うん、ということです。小池さんは好きな方言などはありますか？保育道関西弁ですか、うん、あの、服部、あ、そうです、あ、よくわかりました。なんで、もっとあるじゃないですか。カカロット、なんか、セリフが一緒ってことですか？そうです、堀川亮さん、うん、危なかった、知識が浅かったけど、なんとか答えれた。ないです、はい、合格してます。はい、しかも、おい、工藤を、なんかもっとあれ、背当てとか、うん、なんか言うと、おい、工藤、そんな関西弁のとこ言ってください。え、そうですか、はい、あ、やっぱ、関西弁女子はもう好きなんですけど、はい、それって、17歳ぐらいか、18歳ぐらいの時までは、静岡に住んでたから、はい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 、関西弁女子に憧れてた時期もあるんですけど、うんうん、自分が実は関西に行った時に、うん、僕はちょっと衝撃を受けたんですよ。何ですか？僕が通ってた専門学校の裏手に、はい、公園があるんですけども、はい、公園で小学生の女の子が遊んだ時に、うん、お前脳みそ開けてチューチュー吸ったろかーって言って、衝撃受けて、どんな教育したらこれ出てくる思って。アニメとかからさ、うんうん、受け取ったセリフとかだったら全国共通やん、はいはいはい、口悪い言葉でも、はい、でも脳みそ開けてチューチュースーパロカとかって親から聞いとるやん、はいはいはい、どういうエリアここと思って、はい、怖なってんな、はい、だその関西弁女子でもきついこと言われたらこっち引いちゃうから、なるほど、ここは間を取って福岡弁ぐらいがいいです。そうなんですね、はい、間を取ったら福岡弁なんですね、うん、意味は分かんないけど、いや本当に、うん、はい、そんな感じ、ということです、福岡弁らしいですよね、はい、はいはい、ありがとうございます。どうなったの、はい、大阪の女子どういうことですか。いや、そんなこと言うんかな、みんなが。何、ちょっとなんか、例えば彼氏と喧嘩しました、はいはい、チューチュースタロカ言わないです、言わないです、絶対言わないです。チューチュースタロカだけ興奮してる、そういうプレイみたいじゃないですか。確かに、はい、なんで急にプレイの話になったのか、もうちょっとなんか話を戻ってまで言いたくなって、これをなるほど、はい、わざわざ、はい、ありがとうございます。
続いて、結婚に絶対なきゃ無理な五箇条は何ですか？五箇条。五箇条。重いな。重いな。五箇条なんてないよな、そんなの。まあまあ、大事だなと思うこと。五箇条か。佐藤か。五条です。嬉しそうだな。ちなみに何かあるんですか、一個。結婚ですよね。お互いの趣味に対して口を出さない。ああ。で、それって付き合う時の条件じゃないですか。お付き合いしている時と結婚の時で何かが違うわけじゃん。その何かに 5箇条やから、まあ、七部会倒した後に4個あるみたいなもん。まず七部会からで4個挑めないでしょ。わかるわ。そう、結婚ってなったら何なんだ。例えばさ、付き合ってる時は職業とか家柄とかお金を気にしなくていいけど、結婚だったら向こうのなんかママ出てきて、あんたヤバいところの血筋らしいみたいな、あんたビンスモーク系らしいみたいな、だから結婚無理やねみたいな、そういうなんか結婚となったらそういうなんか周りの方がなんかざわつくんじゃないか、はいはい、結構思うやけど、どうやろ皆さん ね, ね。いきなりで重いかなと思いますが、僕には好きな人がいます。え、でもその方はシングルマザーで、うん、子供が3人います。お子さんがね、うんうん、いらっしゃると。なかなか踏み出せずにいます。コヤッキーさんはシングルマザーと恋愛したことありますか？コヤッキーさんならアタックしますか？そもそも好きにならないですか？よければ教えてください。シングルマザーと寝たことありますよ。寝たって言い方ちょっとやめてほしいですけど。あ、そうか。あの、全然ありじゃない。だって一人の女性であることには変わりないじゃないですか、はい、だって本当に好きならそれでいいんでしょう、うん、なんかそういう制約があるんだったら、うん、それは僕には分からない事情だと思うんで、うん、アドバイスのしようがないけど、はいはいはい、だってそのお互いが好き同士だったらなんか良くないですか。これ何がこうネックなんでしょうね、彼にとって。そうそうそう、だから相手に子供がいようがいなかろうが、はい、それは一緒にだって育てていくって決めたのって、うん、自分の子供でしょ。だって、うん、だって何も気にする必要なくないですか。そうですね、まあ、結構人によってはもう子供がそもそも好きでそこもまず惹かれるっていう方とかも全然いらっしゃいますし。そう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 、うんうん、だから付き合ってみて合わなかったらお別れしたらいいと思ってるから、うん、いいんじゃないの。そうですよね。そう、なんか僕は別に恋愛相談を受けれる立場でもないんやけど、はい、その付き合ってもなんかあかんかったら別れたらいいやんと思ってるから、うん、その付き合う前から答えを出そうとしてる時点で間違ってんじゃないのと思って。ああ、なるほど。そう、その付き合った結果良くないってことが分かって、それが何かこう反省点があるんだったら次に生かせたりだけの話やから、うん、あんまりその付き合う前から臆病になるだけ後で後悔するの自分でしょって思うから。なるほど、なるほど。じゃあ相手のことが好きになって、じゃあもちろんその幸せになっていく過程の中で幸せになるのは何も自分たちだけじゃなくて、その子供たちにとっても多分そういうことだと思うから、ね、うん、今あなたがその勇気を踏み出したことによってその先のその人の人生まで幸せになる可能性があることを諦める必要あるのって思うんです。いやー、おっしゃる通りですね。はい、ではぜひ、寝て。寝てって言い方良くないと思いますけど。はい、お願いします。はい、まあまあまあ、なので、いろいろ考える要素あるかもしれないですけども、うん、まあ実際にお相手の方とね、こう、喋ってての相性だったりとか、うんうん、見てみながら、本当に素敵な方だなと思ったら、うん、ぜひ ね、アタックしてみたらいいんじゃないかな。結婚聞かせてほしい。ね、確かに、また教えてください。うん、そうだよな、ね。全然なんか別に気にする必要ないよ、ほんまに。はい、川割さん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、あ、先ほどそのお子さんがいられる方、ちょっと気になってるなっていう方のね、うん、顔ありさん、うん、頑張っています。頑張って寝てみました。うん、頑張って寝てみます。ありがとうございました。寝ろ。寝ろって、どういうことなの？寝ろす。寝ろすじゃないです。はい、ということです。またね、ハッピーな報告を聞けたら嬉しいと思います。うん。